箱島駅は山梨県南駒郡箕のぶ町箱島にある東海旅客鉄道箕の線の駅である。島式ホーム1面2線と側線1本を有する地上駅。線路はほぼ北東から南西に走り、駅舎は線路の北西側にある。駅舎から1番線、2番線の順で1番線に甲府方面の列車が、2番線に富士方面の列車が発着する。 側線が一番線と駅舎の間に敷かれている。かつては二番線側にも側線があったが今では撤去されており、バラスト以外に痕跡はない。ホームの潮の沢方の橋は緩やかな坂になっていて、これを下ったところから駅舎へ、一番線の線路と側線を越えて、遮断機、警報機付きの構内踏切が伸びている。 その他駅舎の株温泉型にはすでに使われていない貨物ホームが残っており、また、塩の沢方の2番線線路脇には、身延子向区の箱島休憩所がある。かつては、ホームの中ほどに木造の待合所が設置されており、その隣にあった一枚板のベンチは、1984年に、 公開された映画を版の作中で、女優、吉永さゆりが腰掛けているシーンで登場したのだが、駅舎建て替えと、同時期に、待合所、ベンチともに、撤去されている。駅舎は2016年に建て替えられ、待合室のみの簡易型平屋建てとなっている。また、駅前広場には駐輪条件トイレが設置されている。 建て替え前の旧駅舎は改良当初からのもので大きな屋根を持っていた。当駅は1983年から無人駅となっているため、旧駅舎の出冊口などは完全に板で塞がれ、旅客の立ち入ることのできる部分には待合所しかなかった。見延線の線路は一の瀬駅の近くから床葉川に沿って走るが、その床葉川が当駅の南西400メートル足らずの ところで藤川に注いでいる。2004年9月13日に、美濃部長と下部長及び中富町が合併し、新しく美濃部長となるまでは、常葉川と藤川、それと駅の北西およそ 1.5km のところで、藤川に注いでいる早川によって3つの町が分けられていたので、駅の付近にはこれら3社の境界が近接していた。 駅の西400メートルほどのところを南北に流れる、富士川を富山橋で渡るとそこは、旧美野部町の下山地域で、開業当初の東駅は、この下山から取って海下山駅と呼ばれていた。また駅から南へ行くと200メートル足らずのところで、常葉川を渡るが、この対岸が、旧美野部町の上八木沢である。駅名は後に下山派高島駅に改称。 その後1938年10月1日には、箱島駅に改称となるがこの箱島が、駅のある集落の名前である。箱島は、江戸期以来、藤川の水運の中継地として栄えた場所であるが、見延線の開通後、藤川の水運は衰退した。見延線と共に常葉川に沿ってきた国道300号は、富山橋で藤川を渡り、 下山の上沢交差点で国道52号に合流する。また当駅の北すぐのところで国道300号から県道が分岐しており、当駅の駅前広場はこの県道に接して作られている。周辺の主な施設としては、藤川対岸の下山に、三延町立下山小学校、藤川クラフトパーク、京南地域工業団地、三延工業団地、 神沢寺のお洋月遺町、本国寺のお洋月遺町が、常葉川対岸の上八木沢に、八木沢のお洋月遺町などがある。また、反対方向の上の平らには、湯沢温泉の富士ホテルや調整館などがある。ありがとうございます。